どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッド、海賊王と最後の秘宝をやっていきたいと思います。いやー、以前ね、コレクションを一気にやってきたわけですけど、4作品目、ちょっとビーターしないですけどね、4作品目、海賊王と最後の秘宝をやっていきたいと思います。一応、最後の物語っていうところになるのかな?なのでね、ちょっと、映画も出るらしいんで、噂によるとね。まあ、その前にちょっとクリアしておきたいなというところで、やっていきたいなと思います。サバイバルモードとかある。結構マルチプレイとかあったみたいだね。じゃあ、ストーリーやっていきましょう。そうだね。一応中級でいいんだけど、前回中級ひどかったんで、初級をやっていこうかなと思います。自動照準オフ、オフ、オフ。で、行きましょうか。私は富を手に入れ、今、成功を追い求める。1694年、ヘンリー・エイブリー。いやー、早速やばそうおー、ネイトめっちゃ綺麗になったね。こいつはマジでやばいぞ。捕まれレイさん、追いつかれるぞ。んなことは分かってる。もっと飛ばせ。限界までスピード上げてるっての。まずい、あれパリじゃないよね、さすがにね。さあ、加速。とにかく島に向かえ。いきなり俺はどうにかする。船だね。はい、カメラ来るぞ。向こうは小さいボートだ。突っ込め。よし。おい、アホども、金魚のふんだんにくっついてくんじゃねえ。離れるうまいね。よし、すげえな。この武器じゃダメだな。スカスカせるな。おい、なんだもんだ。仕掛けてた。君たちが悪い。よし、じゃあこっち。あー、逃げたね。根性なしね。いた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 。この野郎。いや、意外と波が。あー、でかい船来るぞ。あ、危ねえ。機雷を使ってる。分かってる。おお、待って、こんなに。島に向かって進め。奴らを前に出すな。島ね。島はどうだろう。やばい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 。あれ、サム。レイシャー、おい、大丈夫だ。なんとかな。なんで大丈夫だ。俺が直すから、えいこしろ。おお、てか、照準めっちゃやりやすくなってる。よし、ナイス。ついてくからな。本当だよ。はい、リロード。リロード三角なんだ。変わってる。しぶといな。さあ、顔出しな。いやー、ちょっと待った。ボタン配置が変わってるな。ちょっと意外ですはい、島に向かえ。でした。今だ、正面。やべ、いろいろ待ってー。よし、危なっ、ちょっと邪魔。近づかせるな、精一杯やってるよ。今はあかん。さあ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 、一体どこの島に向かってんだ。前前、やっべ、それはあかんね。姉さん、姉さん、まったく困った子ね。お説教はうんざりでしょ。私だって同じよ。みんなと一緒に週末の遠足にも行けず、あなたは外出禁止。どうでもいい。そういう態度が問題なのよ。なんで俺だけ罰を受けるのさ。あなたが喧嘩を始めたの。あいつが本を取ったんだ。本は持ち出すなって言ったでしょ。悪いのはあなたよ。でも本を奪っていいわけない。だからってあの子を殴っていいわけじゃないでしょ。本のことだけじゃないよ。じゃあ何？もういい。神父様に言う。どんなに叱っても、あなたはどうしてもお兄ちゃんと同じ道を歩みたいよね。残念だわ。さあ、偉業への小さな一歩。おお、めっちゃかっこよくなってる。ああ、ってことはあれか、さっきのサムはこのサムか。サリーはどうなったんだろうね。まあ確かに結構いい年齢だったからな。引退したかな。まあまたこれはやってたら分かるところだろうね。じゃあ飛び越え。さあ、前回もちょっと子供の時の話だったけど、さらに幼い時って感じか。さあ、何をやるか。つるつる。それはダメ。反対側かな。まあ修道院の人も手を焼いてたわけね。カメラアシストね。よし、そっとね。いや、絶対あかんやろ。やっぱこのような子にこそ手を差し伸べなければ。そうすることで他の子たちの世話ができなくなるんですよ。はあ、どうしろと言うんです。ご存知のはず。私はまだ諦めたくはありません。先延ばししてるだけでは。明日の朝、彼と話します。いいね。おやすみなさい。おやすみ、シスター。まあ修道院の人たちもみんな人間だしね。あの窓だな。アドマネやね。なんだよ、早く言ってよ。ああ、そういうこと。シスターキャサリン。ああ、シスターキャサリン。また鍵を忘れたので、門を開けてくれませんか。今行きます。めっちゃタバコ捨てたけどね。おい。いやー、なんかすごいな。操作性どうなんだろうね。若干こう荒くなってきた時の操作性はね、早く試してみたいけどね。えい。じゃあこの当時からこういうの慣れてたわけか。やたら動きが機敏だったもんね。あと少し。やばいやばいやばい。おお。サム。お？バッグは置いてあるね。おい、後ろも気をつけろよ。はいはい。元気そうでよかったよ。おいお前、またやったのか。違うよ。おとなしくするって約束だろ。でもひどいこと言われて。なんて？父さんは邪魔だったから俺たちを捨てて、母さんが死んだの。姉さん、あいつらお前を怒らせて面白がってんだな。俺なら笑い飛ばす。嘘だ。とにかく言う通りにしてろ。ほら、風邪ひくぞな。で、ここに何しに来たの？見つかったら警察呼ばれちゃうよ。お前にプレゼントがある。早く見せたくてさ。どこに？外だよ。まあでも今回は結構服装とか前回の見た目にそっくりだけどね、姉さん。ナイスジャンプ。来い、ほら、手を貸せ。軽いな。ちゃんと食ってんのか？人気がないけどみんな。さあ今回このサムがどう関わってくるのかだよね。ダフィー神父は唯一まともな人。会いに来れば。いや、面倒なだけだ。お？こっち。さあ楽勝とは言いつつもどうせなんかやらかすんだろうな。楽勝。くそ。もしかして。あ、その開けとくの忘れてた。まあいいって、上からも行けるし。上から？ああ、ついてこい。見てろ、ほらや。うわ。じゃあ上から行くぞ。やったことあるの？ああ、何回か。盗みか。行くぞ。お前も。はいはい。あ、長押しで乗りおぶりなんだ。へえ。ボタンが全然違う。これ先に4してたらコレクションは難しかったかもしれないね。サムは何してたの？仕事ばっかりだよ。あのことは続いてる？誰？あ、クリスタル。まあ、ぼちぼちってとこ。今は別れてる。やっぱ別れてたか。その返事は。これなんだろう。電力かな。行くぞ。男は同郷だ。いや大丈夫。逆にこっちがビビるわ、今止まられると。さあ行くぞ。ほい。ほらな、楽勝だろ。うん、楽勝。ついてこい。さて、面白いだな。うん、すっごく。あ、兄弟揃ってっていう感じか。笹兄弟っていう感じ。本当の兄弟かどうかはどうなんだろうね。そこでジャンプだぞ。オッケー。それじゃあ真ん中を通るんだぞ。ゆっくり行こう。ゆっくり。おお、はい。これって罪になる。どれ？準備いいか？いや、電気ついてるけど大丈夫か？ほら、行け。ほい。で、どこ行くの？あっちか。え、マジで届くの？このゲーム、ジャンプ力の概念がわかんない。そんな高く飛べない。他のとこから。じゃあこっちだね。いい景色だな。おお、綺麗になったね。映像。前に来たことあるの？この屋根の上にない。でもどこに行くか分かってるの？先に行くからお前は見てろ。はいはい。あ、えへーしょん。やばい。いや、見事に滑っていったね。やった。ああ、やったな。普通にパルクール的な感じだったらまだマシなんだけどね。これで盗みとかが入ってくるともうダメだよね。どうなの？本当に盗みなのか。そうだ。お前やってみろ。本当？ああ、本当。先に行けよ。さあ、ロープを投げる。いいぞ、エイサ。よし、行くぞ。うわっ。おない。おお。オッケー。ロープが消えた。さてと、先行け。じゃあ降りるぞ。こっちか。おお、滑って降りれる。脱出成功。楽勝だね。見ろよ。ほら、わ、これ 250cc 250? バカ言うなよ、 500cc だぞ。しかもツイン。すげえだろ。盗んだの？おい、失礼だな。おい、俺は昔とは違うんだ。ちゃんと買ったのさ。ほら乗れよ。こういう時は必ず隠し事してる。ガキのくせに勘のいいやつだな。まあ仕事見つけた。金もいい、かなりな。でも町を離れるんだ。どれくらい？ああ、多分1年、長くても。まあ終わったらすぐ戻ってくるって。俺を見捨てるの？おい、大げさに言うなって。施設に置いてくだけじゃ気が済まないの？ひどすぎるよサム。お前のためなんだって。2人のために稼ぐんだよ。 2,3 年で施設出たら。 2,3 年も一緒に行く。俺一人で手一杯なんだよ。手伝うから。施設が嫌な気持ちは分かる。分かるもんか。でも今はそこにいた方がいいんだな。頼むから分かってくれ。ずるいよな。贅沢言えないのは分かってるだろな。ああ。で実はバイクだけじゃないんだよな。すげえものを見つけた。何？母さんの遺品だ。クソ親父が売り渡した相手を突き止めた。そんなデタラメでごまかす気？本当だってば。どこ？うん、この町にある。取り戻したくないか？盗むってこと？もともと俺たちのものなんだから、盗みじゃない。警察には通用しないよ。バレなきゃ平気だろ。やるか？当然。Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Solo te doy de cutabar todo como muta. Acabemos con esto. Ahora, coi. So, ¿sasuku? ¿Sasuku? ¿Kenka? Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? So, con la cuchara de kanji kana. ¿Te gusta esto? ¡Vuelve ahí! ¡Mata a este gringo! A ver cómo te sales de esta, cara. ¿Qué tal esto? ¡Gánenmelo! ¡Correo, Oreida! ¡Lucha como un hombre! ¡Dale! ¡Tú le...Toma esto, pendejo. Esto es por meterte con nosotros. Dale una paliza. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Ya, だいぶ肉弾戦もリアルになった分すごいね。Te voy a matar, come mierda.Te voy a cerrar la bocota, Gringo. Gustavo. ¡Bloqueo! ¡Ya basta! ¡Dale una paliza! ¡Yes! ¡Ore no va! ¡Ya lo tiene! ¡Nanda, llámelo, vagabundo! ¡Mátenme! ¡Kenka ya no hay! ¡Só da yo na! ¡Te voy a matar, Gringo, come mierda! ¡Monto tío que no estará! ¡Ahí te este yatte mo ii ze! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Dokubou da! ¡Kajaro! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Kenka!結果ね。開けろ。おいマジか。いつまでここにいればいいわけ？あ？トイレあんの？それだよ。ごゆっくり。そうする。グラシアス。立て。だよ、せっかくいい夢見てたのに。おい、ちょっと。おい、痛えな。あっ、はいはい。さあ、地獄の看護師。てか、なんで捕まってるのかも分かってないよね。なあ、シャワー浴びたいんだけど。黙れ。それもだし、いつの話なんだろうね。おはようさん、こんばんはだった。時間わかんなくて。おい、間抜け、階段を上がれ。もしかしてこれサリーたちと会う前の話。そうだけどな。時系列的にどこなんだろうかなっていうのは気になるね。湿気もすごい。はあ、アナマへようこそ。えい、グリンゴ。Dilo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas, cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Hey, hey, tranquilízate. ファンができたみたいだな。モテる男はつらいね。通れってこと？アブレラレハ。あ、おんでろ言えます。Es una sorpresa。Diviértete。スペイン語少しわかんだぞ。ちょっと、なんつったの？先にわかることだ。これでいいわけか。Nada, amigo. Atrás. Desde mi encargo yo. Bien. さて。どこに連れて行くか。今にわかる。今にわかるか。ここ。違うね。え、やっぱそっち。先行け。ずっと先行ってたけど。なんだろう、怪しさプンプンだなあ。所長の部屋には到底見えないんだけど。左だ。分かったよ。どういうことだ。そっちだ。え、ここか。外。着いたぞ。え、よし、これ外してくれよ。混ぜろよ。は、俺にもお前らの儲けを分けろ。バルガス、あんたは俺たちを手引きするだけのはずだろ。いいか、俺も危ない橋渡ってんだ。そのためにレイフが大金を払ってんだろ。そうだ。でも足りねえな。中を見るなって。そうだ。それに賄賂を受け取るのもダメ。ここに入るのも、囚人を殴るのもな。わかんだろ。300年前のもんだ。大事に扱え。俺はヘンリー・エイブリーの船の乗組員だった。エイブリー知ってるか。海賊だよ。奴は史上最大の略奪を成し遂げて、まんまと逃げた。調べたんだ。最高。4億ドル以上の価値がある金銀財宝だぞ。それもたった一隻の船だ。ガンズウェイ。ああ、俺もよく知ってるよ。だからなんだ。スペイン人の武者で一番上の独房に入った。あ、ここだ。そしていつかお前がこの地獄にある独房にたどり着き、十字架を背負えば、そこには黄金の楽園が待つ。で、だから黄金の楽園だ。ったく、それは例えだ。いや違う。大金払ってわざわざ地獄に行くやつがいるか。これがただの例えなら俺も混ぜろ。いいか、まず俺が独房を調べて300年前のものがまだ残ってたらレイフと話し合い。さあほら、うん、それ頼むよ。でどうやって上に登る？それともあんたが行くか？だってマザンだろ。落ちんなよ。当たり前だ。はあ、協力者だったわけか。頼んだものはあるか？ああ、向こうに隠してある。作業台の下、木箱の横だ。ありがとう。助かる。結局協力者って雇ってたのか。用意周到だね。よし、もう一度やろう。はあはあ、滑って落ちてくるわけか。ほい。なんかアクション的にはちょっと細かいのが増えたね。すげえ。ああ、はいはいはい。でもう一回三角押すのか。さあ、ロープ。ビンゴ。これでいけるぞ。マジ、この姉さんはいつだろう。若くなってるような気がするんだよね。上か下か。まあ、上。独房はあそこか。どうやって登る？ああ、こっち進むか。だったらやっぱしね、宝の匂いがしたよ。さあ、初めての宝ゲット。いつも通りやね。ロープを投げて、よし行くぞ。ロープアクションか。なんかインティー・ジョーズ感がすげえな。いやー、でもそうだね、だいぶ壮大になったね。で、はいはい、こんな都合のいい角がね、相変わらず。あの柱まで滑っていってロープをかける。そんな器用なことする？おお、ほい。すごい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 。自動で巻き戻ってくる。後でサブに自慢してやろっと。やっぱそうだね、なんかちょっとまだ前って感じもするけど、意外とあれかな。どんどん進むぞ。いつぐらいなんだろうね、気になるな。おお、綺麗やね。そこは下。ああ、今の上か。乗れた乗れた。よし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 。まあ、相変わらずじゃあ一番高い独房。あれはないね、ダッシュはないね。まあ、バーンズもいい景色は見られてたんだな。さて、さらに上を目指すにはこれだね。よし、大丈夫大丈夫。ここに処刑待ちの海賊が何人もいたんだな。驚きだ。よし、どこ行く？お、読む。昔の無所には行きたくないな。はあ、やばいね。ズームしても特には回転して特にないね。なんかそういうアクションが増えたんだね。なんか細かくなったね。いいじゃないの。いいね、新しいアクションが増えるとワクワクするね。いけんの？すげえな。おお、これまたすげえな。さて、いける？おお、やばいやばいやばい。そう、サムはあ、こっちはいけない。いけんね。上、ここだな。バーンズの独房。独房？すげえ部屋じゃん。んじゃどうすっかな。謎解きはあるね。ただの落書きじゃなくて意味があるはずだ。太陽と月、錬金術の金と銀か。待てよ、手紙で見た。ごめん、俺どう見てもこれがさ、デッドバイデイライトのやつに見えてさいかんね。あの数値はね、人数数えるやつなんだけどね。シンボルの一部か。ああ、残りの半分ってことはそういうことね。よし、星座のシンボルだ。いて座とサソリ座だ。なるほどね、いて座、サソリ座ね。はい、いて座。X10 だね。と、これけ。だった。上に矢印が入るよね、だってね。ではない。あれ？ではない。しらみつぶしにやっていく感じになるけどね。あった、あった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 。10と 2X と I2 つ、おほー。キリストかな。はあ、よくできてるね。ディグナファクティスでキピます。これだけだな。じゃあ戻るか。これだけか。くそっ落ちるとこだった。いやね、結局それだけ。降りるか。まあこうするしかないよね。うい。いやー怖いな、この板が腐ってる感じは。ではないか。おお、いけんの。レイブじゃまず無理だな。じゃ出ますか。あと戻るだけか。バルカスだ。儲けを分けろ。俺も混ぜろ。ふざけやがって。やばいね、やばいね。今にも崩れそうな。左だね。うわっ、そう。やべやべ。いけたね。いけた。あ、ここか。そう登ってきたね。もうちょいだ。さあこれでどうなるかってところだよね。戻ったか。何があった。どれ行く。なんだ。何も残っちゃいない。手がかりも何も見つかんなかったよ。本当か。ちゃんと調べたのか。手紙で何か見落としたのかもな。お目当ての塔は昔に崩れちまったとか。そうだ、設計図ないのか、この監獄の。古い資料なら腐るほどある。よし、いいぞ。あんたはそっちを当たってみてくれ。俺はサムに何か知ってるか聞いてくるよ。エイブリーのことなら何でも知ってる。よし、設計図を探そう。ああ、後ろを。はいはい。よし、奴と話し終わったら戻ってこい。分かった。あ、おいお前、また面倒起こしやがったら独房にぶち込むぞ。こりゃ名演技だ。俺にはかなわないけど。Que puede decir suerte de principiante verdad, hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Párate. Oye, oye, 派手にやられちまったな。ああ、いつものことだよ。来て。ちょっと待てよ。いつまでもったいぶる気だ。当たってたよ。二人の手柄だ。それじゃ、レイフを探して。おい、いい加減にしろ。そっちこそ。今言ったろ、俺たちの手柄だ。二人のね。なのにあの金持ち野郎が横取り。二人じゃ無理だったろ。手はあっただろう。いいやない、一つもな。残念だがレイフやバルガスがいなきゃ無理だったろ。バルガスといえばまずいことに。何の話だ。案内してもらったんだろ。ああ、そうだよ。よし、手紙を読まれちまった。何を知られた。分け前くれって。くそ、レイル、他のやつにも知られたら。バルガスのことは俺が何とかする。それよりもっと大事な話よ。だな。どこか静かなところに行こう。よし、誰もいない。で、何があった？おお、すげえ。おい、いいか？気をつけろよ。木製に金と銀の細工か。よくできてる。空洞だぞ。なんでこんな安物の十字架像をわざわざ隠す必要がある？それは十字架像じゃない。十字架像はキリストの象徴だけど、これはキリストじゃない。うん、確かに茨の冠はないな。でもそれなら誰なんだ？文字を読んで。ディグナファクティスプレキピマス。自分がやったことの報いを受けている。驚いた。カトリック施設で育った特典。セーディスマスだ。悔い改めた泥棒。でもなぜだ？教会に行かなかった奴にも分かるように説明しろ。キリストの貼り付けの時、その両側に泥棒も貼り付けられてた。一人はキリストを嘲笑い、もう一人こいつは罪を悔いた。そして潔くその罰を受け入れた。彼はキリストと天国へ。なるほどね。何？分かったんだ。スコットランドにある聖ディスマス大聖堂、知ってるか？エイブリーも最後スコットランドで。偶然とは思えないな。お前たちを信じても良さそうだな。バルガスを探してこことはおさらばだ。おい。もしかしてこいつに喧嘩売ったのか？ああ、結構お友達いたんだな。ミラ、やのすがなすて、オッケー？おい、待て。いきなりかい。痛い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 。まったく。この野郎！戦いたい。おいおい、なんだよお前まで。おい、急げって。よし。はいね。格闘をかわすってできるんだね。おお。いやー、結構多いね。オラでいいセグリンゴ。こりゃ手が疲れますな。やばい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 。やろう。おいおい、どけよ。あ、エスペラ。やばしたであぶら。他に規則を忘れたやつはいるか。並べ。渡せ。密輸でもしてるのか。バルガスカジャテ、何様のつもりだ。イエバロスセルだ。アメリカ人どもは俺の部屋に通せ。行け。外せ外せ。遅かったじゃないか、死ぬとこだったぞ。ああ、そうだな。バルガス、やめろよ。ああ、何も見つからなかった。きっと別の塔だ。そら、いや、実は俺カトリックでさ、いつも思ってる。嘘つけ。おいおい、待てよ。ガラクタだってな。バカにしてんのか。もう一回話し合おう。頼むから手荒な真似はやめてくれ。ほら、銃をしまえ。どうも、あんたの取り分は1割だ。半分だ。手を動かしてるのはこっちだから2割だ。あんただけじゃ無理だろ。4分の1、山分けだ。なるほど。お前らどうする？いいんじゃねえか。うんだな。4億ドルだし、綺麗に割れる。文句ないな。ああ、決まりだな。だが、もしまた歯向かったら。おい、お前。じゃあな。お前、気は確かか。絶好調だね。おい、どうすんだ。計画通りだ。今のも計画のうちに。ついてこい。ほら、来い。マジか。どこ向かってんだ。やばい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 。どこにあんだ。さあ、外に出て見つけるんだよ。進めない。まだだ。いやいやいや、やばいやばいやばい。そんな落ちて壊れるの。やった。ほら。やろう、マジ。やりやがった。パッとやればまだ安全出れたのに。こっちだ。あーと違う。またまた。こっちだ。ほら来い。さあ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 。くそ、開かない。どこどこ。いいが、そら。そう。レイフ。レイフ、お前が余計なことしなければな。マジで。やばい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 。いた。マジか。やばいな。そんじゃやるか。レイフに追いつかないと。行くぞ。気をつけてないの。もちろん。ある程度。ある程度ね。ここか。あいつ俺ら置いてくつもりだろ。だから急ぐんだ。ほら、あいつ怪しいから。でも知恵はないからな、レイフ。ああ、うじゃうじゃいる。よし、行けそう。まるで迷路だな。まあ逃げられちゃ困るだろうからな。ここ出たら後ろには近づきたの見張りだ。ほら、アミゴ。レイフ、元気にしてな。足を下ろしてくれ。どこがね、計画通りだ。喜ぶのは早くないか。いいね。そして向こうをってじゃあなんでまあここに入ったのもそもそもっていうところか、わざと入ったような感じか。そしたらあの島に行ったっていうのは前回みたいな感じであれかな、抜けた感じかな。サム来い、手をつかめ。よし来い。サムおい、しっかりしろ。頑張れサム、そっちの手も頑張れ。ダメだサム。逃げないとやばい。ダメだサムが。いや死んだ。ほらボーダー壁のすぐ外にある。いやだ、できない。サムを見捨てるなんて。ネイト、サムは死んだんだ。お前もここで死にたいか。好きにしろ。15年後。よし、そこに着いたぞ。オッケー、レーダーでは座標通りだな。積み荷は見えるか。いや、それっぽいのはないな。そっちには反応あるのか。いや、そうか。じゃあちょっと下ってみる。わかった。ガレーシアのさせ。あ、へえ、やっぱあれ若い時の話か。タンクの残りが少ないだろ。上がるか。いや、大丈夫。すぐ済むさ。見つからないなら中断するぞ。見つける。さあ、ジェイムス。はあ、そっか。まさか、あれ、エルドラドとかあの秘宝の前の、さらに前の話なんだ。海賊家業というか、まあ、この家業に入る時のきっかけだったわけね。はあ、面白いね。まあ。じゃあ今回ここまでとしましょう。そうですね。まあまた次回はやっていきたいと思いますが。まあでもだいぶ映像綺麗だし、やりがいありね。これはこれでちょっと面白いな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。